シャルル・ティオは、フランスの画家、美術評論家である。テオドール・ルソーや、ジャン・フランソワ・ミレイに学び、バルビゾン派の画家の一人として活動した。父親の編集する新聞、レシエクルに美術評論を執筆した。画家としては、風景や花を描くのを得意とし、1876年の第2回印象派展から印象派の展覧会に出展したことで知られる。ノルマンディー。ー セーヌマリティーム県のルーアンで生まれた。父親は1850年頃から新聞、レシークルの役員を務めたクロードティオである。1839年にパリに移り、アンリシェフェールに学んだ後、バルビゾン派の画家、テオドール・ルソーに学んだ。後に、バルビゾン村のジャン・フランソワ・ミレイの家のすぐ近くに家を買い、ミレイに学んだ。1846年にサロンド・パリに出展し、 1849年と1855年のパリサロンにも作品が展示された。父親が役員を務める新聞に美術記事を寄稿し、美術評論家として知られるようになった。アンディル・ワールと親しくなり、エドガードガとも親しくなった。ミレーが亡くなった後の1876年の第2回、印象派展に6点の作品を出展し、その後、 第7回の展覧会を除いて出展した。ありがとうございます。